え、何ですかそのテンション。なんかあったんですか。ちょっと。え、どうしたんですか。何があったんですか。仕事が決まりました。パオパオ。どうこれ。やっとですね。うわー、決まりましたよ。今日ちょっと決まりましたよ。お祝いにいっぱいおごらしてもらいますよ。え、でももうお金入ってるから払うよ。そんなよ、おごってもらう、おごってもらう、おごってもらう。まだ給料入ってないから、おごってもらうよ。わかりました。でもこのお水飲んでいい？あ、いいですよ。うわー、よかったやろ。よかったやろ。もう、いやいや、働きたら言うんだけど。ほんま、働きたかったね、俺もさ。そうですよね。働いてなんぼですよね。そりゃそうですよ。それはどうかわからんけど、お金が欲しかったのよ、俺は。お金が欲しかったのよ。素直ですね、僕もです。お金欲しいです。まあ、まだ1ヶ月欲しかないんけど。そやけど、ええよ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 。これ、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 これ。あ、もう水飲んどいていただいて結構ですけど、一応こちらも入れときますね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、よかったよー。ちょっと聞いて、聞いて、はい、仕事何決まったか聞いて。お、おい、何決まったんですか、どうしたの。お掃除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 、やっと決まりました。お掃除おばちゃん的なあれです。そうですよ、ビル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 。朝から晩までね、頑張るよ。吐いて、吹いて、吐いて、吹いてですよ。え、それも同じビルに毎日通うんですか。うん、あのね、それは、派遣されるところはその、あ、なるほど。いやぁ、乾杯してもらえる、はい、乾杯してもらえる。おめでとうございます。ありがとう。よかった。おめでとうございます。何がよ。いや、なんか楽しそうな雰囲気が聞こえてきた。楽しいのよ、もう今日は人生最良の日よ。どんな、何があったんですか。何があったんですか。当ててみて、当ててみて。合コンやないけど、当ててみて。どうしようかな。俺がほら、これお酒飲んでるって。あ、すごい。すごくないですか。お医者さんから止められてたのが飲めるようになったってことですか。それは血液検査したらまんまに数値が良かったのよね。そうそういうこと。それもめでたいわ。すいません、生ください。あ、はい、うわ、これ何、美味しそう。これはね、今回新しいのちょっと美味しそうなの買ってみました。これ、柚子胡椒味。あー、これは美味しいよ。食べま、ね、いただきます。僕も食べ、いただきます。三岡さんもこちらでよろしいですか。ビールで。あ、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。何度のやつか美味しいですよね。うん、いつもちょっと攻めすぎました、うん、すいません。今までね、3度は美味しいです、うん、手堅いですね。カルビー、これ美味しいです。カルビーやもん。カルビーやもん、うん、間違いない。前なんかすごいの買ってたよね。なんだっけあれ、甘いやつで。何が良かった、何かいいことあったんですか。黒糖きな粉とか買ってました。あった。あ、意外に良かったやつね。ファサファサする、ね、意外に良かったやつ。何があったんですか。買ってたわ。当ててみてよ。おめでとうございます。MJ 出てるじゃないですか。MJ 出てるじゃないですか。あれ全然テンションについていけてない顔してますね。遅いよ、遅い。暑い。いつもの。あ、はい。なんなん、テンション低いやん。いやー。なんなん、今日暑すぎひん、もう。今日暑かったな。うん、暑かったかもね。ちょっと更年期始まったかなって思って。更年期って始まるもんなんですか。え、あれ、いくつから、いつか。え、いくつから。いや、早い人40頭から来るでしょ。確かに。でも、絶対いるわ、もう絶対センスいるわ、もう多分ほんまにやばいな。え、そう。じゃあもう、はあ、暑い。更年期ですか。そんなもんないよ、今日暑かったもん。そんなもんない、そんなもん、まだまだ若いやんか。何この人のテンション。ね、いや、いいことあったみたいですから。じゃあ更年期イエーイ。そんな乾杯初めて聞いた。何今日、はいやね。やっぱりさ、人生まだまだね、これからじゃない。人が更年期で悩んでるのに、何人生これからって。だからもうぼちぼちかなって、折り返しかなって思ってちょっと悩んできたのに。折り返しは折り返しや。何この人。なんか言ってた。折り返しやろ。だってそんな100まで生きれるわけじゃないしさ。時々 MJ が今日は出てるな。MJ?MJ 出ちゃってる、出ちゃう。うわー、うっとうしい。もう嬉しい。あ、そういえば今日マサさんも飲みに来たいって歌あったんですけど。あ、マサさん来たらいいよ、来たらいいよ。なんか用事があって無理になったって言って。なんかあのね、なんか聞きたいことがあるって言ってあったんですよ。あれ、なんかメッセージ？はい。崎山さんのお知り合いの方の一人芝居のお話とか。あらあら。あとなんか三角田さんのお知り合いの方になんか演出とか作家とかやった方いらっしゃるんですよね。あ、いますね。はい。なんかその方が今度やって、福袋さんのお知り合いが出はるっていう。あ、なんか言うてたな。なんか言うてますね。その辺のお話なんかちょっとじっくり聞きたかったのに、すごい残念や。あらー。マサさん。マサさん会いたかったなー。今度また一緒に。
飲みや、飲もうや、みんなと。頑張ってるらしいですよ。あ、頑張ってはるんですか。あれ、あの友達？僕の知り合いは、あの、うん、今脚本を書いてる最中や、はい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 、言ってましたね。今月中に書き上げる言ってましたね。あのね、あと3日か4日じゃないや。すごいやん。ああいう人らって大変なんやろね。うまいな。分からんけども。縁がないし分からんわ。もう今すぐ逃げ出したいって言って。なんやわからんけど、海の苦しみとかがあるんでしょ。あるんでしょうな。ちょっと僕もわかんないですけどね。いや、うちも先屋に聞いたで、もうこの前飲んでたらもう。あ、飲んでた。もう逃げたいって。あ、同じこと言ってた。え、みんなそんなネガティブな気持ちでやってるんですか。なんや、ね、やめたらええよ、そんな。やりたがってたんやろって話やねん。なそやろ、はじめは。多分こう、なんやろうね、こう、やりたかったんやろうけども、こう、うん、なんや、その、本ちゃんが近づいてきたらなんかいろいろ思うことあるんやろうな、わかれへんけども。まあまあ、その、やりたいだけでは済まへんことがあんのか。あんのちゃうか、もう。なんかもうあるんでしょ。なんかものすごいなんか。あるの。いっぺん飲んだらええ、みんなで。みんなで飲んだらええ。みんなで飲んだらええ。ね、そういう人と。そういう人と、もうよう分からんけども。やっぱりな、分からんストレスがあんやろな。うん。いっと。福袋さんの知り合いはどういう知り合いはさ、あの、前、あの、なんや、役者で関わるとか言ってたからな。でもその人が言い出しっぺらしいの。わあ。そうなの。大変やな。だからもう何が大変って、もうこれが。悲しい。えげつなく飲んでいくと言うて。えげつないらしいよ。あ、もう、あの、逃げ出したいのね、レベルじゃないよ。もう、首くくるよ。いやいや、あのね、ほんま、それは、さきやんも言うてた。もう、全部これかと。さきやんも自分でやってんの？さきやん15も、なんか自分でやってはって、一人でやる。一人でやってるからもう全部自分でケツ吹かなあかん言うてな。じゃあ俺の友達もやん。自分があの言い出しっぺやから全部自分でケツかなあかんやん。そうやもう。でも大変言うてたで。集団に混じって何とかやっとったらええやんって言うねんけどな。せやねん。なんかそれでは飽きたらなんかあったみたい。ねえ。なんか自分がやりたいことやりたいねんで。そう。それでもこれかかるねえ言うたらもう。これこれこれ言うてもな。死ぬ言うとったわ。もう死ぬ言うてんのか。死ぬ言うてんのか。言ってた。首くぐらなんか言って、もうあのビザ作った言ってた。高飛びですか？ちゃ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 。カードよ。ビザカードです。カードカードカード。カード。何でもカードで。今回のことの今回のことのためにカード作った。そうそう。あれ魔法のカードやな言うとったで。あれなんか機械に入れたら金のお金出てくんねえ。俺金持ちになったわ言うて喜んでた。いやなんか先やもな携帯が。はい。携帯会社のあのクレジットカードを作ったらしくてさ。携帯会社のクレジットカードなんかポイントが貯まってクレジットも使えてええちゃうかって言うて。うわ、泣き嫌やで。でも全部支払いがあって。そりゃそうや。そんなもんタダでくれるわけちゃうねんか。じゃあちょっと俺の知り合いの方がまだ楽かもしれへんね。まあお金に関してはな。お金に関してはもう雇われみたいなもんや。ああ、そうですか。いやもうな。多分な、あんたの知り合いもうちの知り合いもみんな一人でやってはる人らやからな。その主催者が。主催者っつうの？なあ。まあ格好よく言うたらプロデューサーやらしいけど、なあ。プロデューサーってお前ただの金集めや言うとったで。ほんまに。ただの金集めやで。ほんまにもう資金繰りがな、うちも知らんけども。いや俺も知らんで、知らんけど。ただの金集めで、であの勝手に好きで勝手にあの作りよるしな、あいつら金は天下の回りもんで誰が言うてん。だからそんなを聞いたらうちのほら友達とかは、うん、あのプレッシャーになるわけよ。あ、プレッシャーになるんですか。そうですよね。それだけのものを背負って、背負って、ね、作らんといかん。こちとら作らないとか。ああ、そういうことか。まあ、なるほど。まあさ、みんなそれぞれ苦労があるんだよ。まあそう、みんなそうや。仕事がな、どんな仕事でもそうや。そうやな。そうですよ。僕もこの店作るときはいろんなもの背負って作ってますから。ほんまやな。この店こけたら僕はもう首くくるしかないですからね、本当に。ほんまやな。ここの店作るので借金とかありますか？借金はないです。借金はないですけど、今まで貯め込んだ全財産を吐き出しました。ああ。あみんなそうやねんな、博打みたいなもんやね、もう本当そうですよね、僕は、すごいね、はい、現在さんつぎ込むか、
俺の知り合いは ないらしいわ。全財産がないのになやっていて。だから、そうでしょ、ないところからこう持ってきちゃうからあかんでしょ。だからやっぱり言うてたけど、お金がないとやったあかんでって言うてた、その人は。でもね、多分ね、でもその人お金持ってないんだよ。持ってないねだから自分も首くぐらなかいで死を意識してるよ。違う違う、お金ある人はな、お金ある人はそんなことせえへんねん。そもそもそんなことせえへんねん、こんな博打みたいなこと。あ、そうだ、もっと堅実に生きなあかん、うん、お金がないから夢持つんやんか。ちょっといいこと言うたんちゃう、ちょっと言うたんちゃう、もう一回言うて、ごめんごめん、何回も言うて、お金が、お金がないから夢持つんちゃうか。あ、そういうことか。ちょっと、ちょっと、英語と言う、英語と言う、もうだって帰りたいもん。おい、おい、もう、魔法好きじゃないわ。もうお金あるとはそういうことしないのか、なんか、わからんもんやな。賢さやん、お金ある人は賢さばっかりやん、賢くないとお金な、そうそう、青やからもう金たまれへんねん。うまいな、金はたまらんね、もうな、ささって使ってまうわ、使ってまう、言わずのように。何に使うの何に使うんやろ。え、税金とかお支払いやんか。うん、それはお支払いやん、お支払いやん、ね、めっちゃ取られへん税金って。税金ね、稼いでるからやで。ほんまやわ、稼いでるんかって、ほんな取られへんじゃん。細かいな、うん、なんかもう健康保険に殺されそうやもんね。国民健康保険に殺されそうやもん。あ、これちょっと社会を切ってない、世相を切ってないよ、うん、あれ、うん、MJ 出ないんですか。あ、あれやね、もうと声は出ない年になっちゃったよね。とっさでいつでも声が出ない年になっちゃった、ね、早いよね、こう落ちるのも早いよね。なんか動きだけで今ごまかしたけど声が出なかったっていうことだよね。あげあげになってる、こう、いや、ごめんなさい、この時間が早い、もうね、もったいない、そんな時間が使うのが。まだ働き出したとこやから、やっぱり仕事決まった、そうやねん、そういうの、仕事決まったよ、仕事決まったよ、そりゃーよ、おいわい、飲んでる、飲んでる、ほらほら、なんかさ、さっきさ、思っててんけどさ、どうも1年ぐらい、僕、無職やったみたいよ。それ70万でやりきったって、俺すごない。え、その70万間に一応ティッシュ配りみたいな、ティッシュ配りとマクドもやってたな、ちょっとだけ、うん、マクドって何のマクド、マクドナルド、いや、分かってるよ、マクドの何の、何のくるくる中入っとって、え、作ってたピロロン言うとってだからほら、あれ詳しかって、あの、ドナルド、そうですね、おい、ドナルド詳しかって、やってる方じゃなくてじゃあ、俺はもうピロロンピロロンで、あのポテトガサ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 入れてちょっとポップ食ったりしとったけど、あの、ドナルドは来とったよ、店に。へぇー、来とって来とった。それはあんま続かへんかった。マクド買えない、うん、マクド別にそんな続ける気あれやんな。あれだって長いことやってたらええ感じになるらしい。ええー、そうなの、どういうこと、ええー、時給になるらしいな。あ、上がっていくってこと、上がっていくの、そんな、なんでやれないじゃんのよ。いや、しかも10円とかやろ、上がっていくの、ちゃう1年に、いや、結構、ほんまやらないよ、聞いた、結構ええ感じに確実にこう上がっていくらしいよ。もうまあいいのよ、もうでも仕事基盤だから。何だと、何だ、掃除すんねん、掃除、え、掃除すんねん、掃除、ビル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 え、ビルえ、ビルの、ビルの掃除よ、窓拭いたりさ、あれちゃん、それはあれちゃん、引退後にするやつじゃない。もう引退したようなもんやん。この前も会社辞めて、なの？一回勤め上げてからする仕事じゃないの？わからへん。ああ、こういうのはちょっと俺あかんこと言ってるかもしれないけど。仕事に規制はないのよ。で、それは仕事に規制はない。いや、確かに。そうやけど。いや、なんでそこに雑用的なもんかい。うん、もうね、ちょっと。人付き合いもしんどなってきたからさ、ああ、ちょっとなんていうの、営業とかも無理やん。1年間さ、うん、働いてない人が人付き合いをしんどくなるもんかね。あ、逆になるんじゃないですか。あ、そうでしょ、うん、多分。あ、そう、そうよ、うん、人と接する機会が減れば減るほど多分苦手になっていくと思う。そうやね、そうやね、もうちょっと楽なあれ覚えちゃったら、うん、もうなんかさ、できなくなるのよ、営業とかさ。ノロには来るんやね。全然違うよう喋ってんね、ここで。だって、だって、だって、だって他で喋らへんからやんか。
いや、それを仕事に生かすとか。生かせられるわけないやん、そんな。いっそのこと、これ役者とかなんかやってたらええんじゃん。役者ほら、友達みたいな。友達やったんやろ。やってんの。死にかけてる。死にかけとるやねん。しかもこれ、これがらみで死にかけてて、俺なんか無職やのに、もうそんなもん入った瞬間死んどるやないか。全然あかんよ。あ、そうですよ。うん、だからでもね、もうほんまにそういうのちょっとしんどくなってきたんで、人付き合いもし、まあ人付き合いって、こういうとこはいいけどさ、仕事で人と絡んだりするのしんどいな思って。だから掃除とかはやったら、孤独な。孤独じゃないよ、全然。いや、だって人とこう、何も交われへんやろ。まあそうや、相手はビルや。相手はビルや、うん、ビルとこう、うん、話し合って、相手はビルや思いながら想像してんの。ビル今日はどこや言って、汚れてんのはどこや言って、そういうのもね、探すのも仕事やからね。どこやって。いやいや、ちょっとなんか、いや、違う違う、そういうあれじゃない、飛び込みで行くの。いやいや、違うよ、決まってるよ、ビルは決まってるけど、今日はこのあそこら辺が汚れてんなみたいなさ、そういう、あそこら辺が野生の蚊みたいなのも必要なのよ。野生の感そうそうそう、今日はあそこがまずそうやみたいな、まずそうってなんていうの、汚れている大丈夫、汚れてるってこと、揺らぎましたよ、いろんなもの、違う違う、今言葉が出てこなかったんだけど、大丈夫、大丈夫、いや、あんまり喋ってんからさ、仕事、いや、だいぶ喋ってんでしょ、いやいや、今言ったら普段更年期、更年期の人あんたもやっぱり更年期か、ならない、男あんまりならないみたいよ、いやいやいや、なるまず、お前の方が、あの、多いみたいよ、いやいやいや、なるらしいよ、うん、気ぃつけんなきゃ、もう気ぃつかんと一緒生きたいわもういっそ、それで更年期やったら厄介やけどな気づい、せめて気づいておいてほしいなとは思うけどなあ、でも最近の俺寝汗を吐くようになったんだよ、これ更年期かもね、でもそれはリアルな話です、リアルリアル、え、寝汗かいた更年期、寝汗を俺かいたことがなかったの、あんまり、でも今年の夏暑かったじゃないですか。大体夏暑いです。それはなんかお金なくて冷房かけてなかったのか、そんなんじゃなくて。そうそう、もちろん冷房かけてなかったよ。なかったけど、そんなでも朝にこう嫌な感じの汗かかへんかったんですけど。嫌な感じの、あ、かくやん、嫌な感じの汗かかへん。何よ。嫌な。それはむしろ若い頃の方がよくかきましたけどね。あ、そう、うん。今になって嫌なんですね。そうなの。今まであんまりかいたことなかったんだけど。もう朝こうシャワー浴びんかったらもうほんまねっとりしとるなみたいな、で更年期かなと思って、動く加齢臭みたいなもんかい、動く加齢臭な、それ言われるのはちょっと嫌ごめんごめんごめん、なんか気づいちゃったそれは嫌、ごめんごめん、うん、分かんないけどね、うん、そうなんですよ、なんか更年期もまあなんとなく分からんではない、いや、まあ何が更年期っていうのかちょっとよく分かってないねん、はいはいはい、でも老化のホルモンバランスが崩れることじゃないの？そうです、その症状的なもんがいろんなあるみたいよ、だから変に汗をかいたり、どんどんおっさんになっていくとかそういうことじゃない、風貌も、ヒゲ生えてくるとか、ハゲってないね、ハゲってないね、ハゲってないね、ここ押さえてハゲってないね、いっぱい言いたかった、いっぱい言いたくてギュッて、なるほど、なるほど、うわー、老化も更年期、老眼は違うんじゃないですか、別にあれはあの目の筋肉が単純に衰えてるとかそこじゃない、ホルモンとかあんま関係なくて、え、でもめっちゃちっちゃいのが見えんくなるの、めっちゃちっちゃいのが見えんくなるとか、字がさ、こういうのが筋がみたいな、こうしても見えんくなるっていう、でも更年期はホルモンバランスの問題やから目は関係ないから、ね、老眼は別にいいやん、そうそうそう、いや老眼けど単純に老眼とかになりつつありますか、諸先輩方は、はい、あ、おえぇ、ー、じゃあ、なんかちょっとこうやって、え、もう遠い遠いよ、ほんまに、もうさ、もうあのスマホ見るときでももうこんなんです、あ、ちっちゃいのはこうするわ、ちょっと待って、ちっちゃいってあのさっきはさ、あの何なんかちっちゃいのがどうのこんの言うけど、ちっちゃいの見えんの当たり前やん、いやだからどこまでが老眼なんか分かれへん、なんか普段見えてた、ここで見えてたのがピントが合わへんから遠くにしたらピントあったみたいな、こうしても見えへんらしいね、そう、あ、そう、動かすからちゃういや、ちゃういや、ほんまに見えへんらしい、ここまで行ってもかい、もうどう、もう諦めるらしい、 あれや、だから
ここまで行ったらピントが合うかなと思ったら、ここは、ここが逆に遠いことになってるんじゃない？あー、なるほどなるほどなるほど。いや、もう、どないしても無理やから諦めて、メガネかけたら見えるぐらいの、あれらしいよ。それはないよ。そこまではまだないなって思う。まあでも、わかんないよね。新聞とかも、もうちょっと読めない感じになってきてると思いますよ。え？新聞の字が？え、こうして、そう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 、あ、でも確かにちょっとこの携帯こうって見せられた時にこう話すよ。そうや、もう自分がこう遠のくた。あ、この前、あの、これほんまの話、あの、嘘じゃない、ほんまの話の話しかないやつやん。今じゃどうせ信じてもらえへんやろなと思いながら今から言うけど、うん、知り合いがこう、こうしてたんですよ、ずっと、うん、だから寝てんのかな、座ってこうしてたんですよ、うん、寝てんのかなと思ったら床に新聞置いて見てたって。まあ、おじいちゃんやけどね、その下も60ぐらいのおじいちゃん。この人は立ってんの？違う、座ってはんやんか、座ってこうしてるから寝てんのかなと思ったら床に新聞が敷いてあったわけ。ああ、どこまで遠くて新聞を読んでた言うて、その距離で見えたら逆に目良さそうに見えますけど、そうですよ、これ思ったんやけど。そう、うん、このぐらい老眼でいいとかは、だから目すっごいいい人なんちゃう。あ、目いい人は老眼になったらそんぐらいの距離で見れんねん。てか老眼になりやすいって言ってた。遠視みたいになるんちゃうかね。遠視すぎ、なるほど、遠視すぎるけど。そうそう、だから近視、俺近視なんだけど、はいはいはい、近視は老眼になりにくいって言うもんね。もう言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 うよ。メガネ打ってる方が老眼になりやすい。へえ、まあ、けどメガネかけない何にも見えないけどね、最近はね。ああ、この金眼がもともと悪いやん、うん、それもやっぱもっと悪くなってんの、進んでるかどうかですか、うんうんうん、進んでるんじゃないですか、この金眼、あの、もうある一定の時期からもう度数、メガネの度数は変えてないですけど、うんうんうん、それもやっぱどんどんどん 0.0 何歩とかするんですよ、その裸眼やったら、うん、あと僕これ裸眼だったら単純に目つきが悪いんだ。ちょっと怖がられちゃう。殺す。あ、誰か来てる？今日はお客さん少ないんじゃないの、この店。どうする？困りますね。僕はちょっと首くくらんとダメですね。今日のテーマは首をくくるかい。いや、多分もうあのお三方があの1人5杯ぐらいずつ飲んでくれたら全然平気ですよ。そうか、働いたとこやそんなのマネやん。あ、もう長生きしたいやん。お金に振り回されたらあかんよ。ほんまにな。ほんまにそんな。でもお金あったらええな。ええな。ええわ。入ってきた瞬間にお金欲しい、お金欲しいってめっちゃ言ってたじゃないですか。お金あったらええな。今までなかったからさ、お金のありがたみがもうすごいわかるわけよ。あいちゃん、さっき言ってた知り合いのプロデューサーのことがちょっと乗り移ってない？乗るかもね。ちょっと切実やったもん。俺がもうちょっと恵んだろうかな思ったもん。ないからごめんないよ。それよりもひどかった。だってすごいみたいよ。あ、そう、うん、あの、その俺の友達がその、うん、本書いてんねんけど、うん、そのあ、繋がってんやな。そう、うん、その子はあの、そのプロデューサーの子から話を聞いて若干引いたみたいな話があって、引いた言うてた、若干引いたって言って、いや、でも想像した通り引いたみたいなことは言ってたんだろうね。うん、すごいね。まあなんか、まあまあ頑張らんのね。まあ好きなことやってるからいいんちゃう、それは、うん、まあ、なかなか好きなことできないじゃないですか、僕らのね。そうね、年齢だったら、うん、本当に本当に守りに入っちゃいますから、やれるうちに。そうそう、だから守りに入らない本を書いてるみたいなことは言ってました。本当。それが逆にあかんのちゃうかみたいな話をされたって言われてます。まあ、まあ攻めたらえってもうちゃうし、ね、攻めて打ち死にすること多いからね。そうね。そして勇気と万有は違いますからね。ほんまやね。あ、なるほど。なるほど。ちょっとある種の賢さがね、やっぱ必要ですよね。いやー、真田丸は面白いね。あ、そう、真田丸面白いよ。ずっと見てるよ。トト姉ちゃんがもうすぐ終わるね。終わるよ、あと1週間終わるよ。今日何曜日？
今日月曜日です。だから今週で終わるって。もう花山さんがね。死ぬよ。もうこらー見てるって。いや、わかってるけど、わかってるけど。絶対死ぬよ。うん、いや、そうだけど。まあ、それで最終回っちゃう。大体誰か死んで終わるからな、あれ。あ、朝ドラってそうなの？まあまあそうっちゃう。でも昔はさ、なんかその、あの、キスシーンとかもなかったよ、ね。あ、なかったなかったなかった。最近ブチブチしてる。まあ、いや、もうそこまでブチブチしてる。まあまあ、知ってる。ヒロインが。あ、そう。うん、あ、してた。してるよ。朝からああいうの見せられるとあれやよね。うん、あの、頑張れるよね。頑張れんのかい、うん、なんか頑張れんの、ちょっと勢いつくね。ああ、まあまあ、ね、よっしゃ生活に、うん、張りがね、張りが出る、張りが出る。ああ、そう、そうそうそう、ねえ、もう終わるね。あ、今日見てないな、俺。そういや見てねえな、今日。今日見てない。今日は、今日は、あ、今日は、あ、今日は、あの、ちょ、いや、言うなや。まあ、あの、会社、ね、やめろ。そうそう、いや、もうでも、もうそんな、もう大体収束に向かってるじゃないですか、今週やからね、もう終わり。まあ、今後痛い言って、じゃあちょっと胸が痛い痛い、うん、だって先週うーなって終わったもん。あ、そうそう、だから今日もそれの下りが続きでしょ。痛い痛い、うん、で、公衆電話でね、こう電話かけてきてね、うん、今広島おるって言ってね。誰が？花山さんが。え、そんなとこ行ってんの？そうそうそう。なんでも死を覚悟してどっか行くみたいな感じ？それは言われへん。言うとるやん言うとるやん。やめて、もう楽しく。もう一回も欠かさず見てんやから、今まで。その割にはまだ見てへんじゃん。じゃあ今日だから録画してるから大丈夫。ああ、そう。あ、うん、あ、なるほど。元になった人はほんまにスカート履いてあったらしいな。あ、ほんま。あの、女性の気持ちがわかるように言うてね。あ、花山さん、本当、なんかそういうシーンもあったもんね。そうそうそう。うん、それでなんか他のインタビューに答えてる時に、そのインタビューは勉強不足やってるので、うんうん、女の人やと思ってずっとインタビュー続けて、そのまま女の人やと思ってインタビュー終わった。嘘やん。ほんまにほんまに。そういうことがあるらしい。エピソードです。ほな、ちょっと綺麗やったんやろか。いや、ものすごいおっさんやで。四角い顔のおっさんやで。おかっぱ頭の四角い顔のおっさん。もう触れられへんかった。それ上手やもん。いや、あのキキキリンさんみたいな感じ。あ、だからもうおばちゃんとおばちゃんとしてたんですよ、下の。そうか、もうその時は男性がスカート履くなんてことはもう鼻からもう想像もできへんから。そうやろ。それを見たらもう女の人ってどんなに顔が不細工でも、うん、女の人って思わはったやろか、うん。ある程度年取るとね、勝つね。なるほどなるほど。もう一緒くたんなる、ね、奥さんどう思ってたんやろね。花山さんの、うん、じゃあ俺は今日からスカートを履くって言って、奥さんはどういう目線で見てたんやろ、ね、奥さんはけどやっぱ分かってはったんだよしよっしゃ、まあまあそれは履きなはれ履きなはれって。だってまずさ、奥さんのスカート履くでしょ。はいはいはい、はい、でもサイズが合えへんからわざわざ買いに行くんじゃん。だって作るんやから、あれ。あ、だってだって、崎山さんが、うん、あの男のパンツを履こうと思ったら、うん、それは彼氏のパンツ履くでしょ。身近なもんからって。そうそうそう、そりゃそうでしょ。でも、だから逆の場合はさ、女が男のって言うんやったら、サイズ的なもんあるやろうけど、うん、その、キキキリンさんみたいな顔してる人の、うん、こう華奢なイメージがあんましなくてさ。そうやね、そんな華奢な人ないんだ。おっちゃんなんやったら結構恰幅もいいんやったら、うん、奥さんが恰幅良かったらいいけど、まあけど一度巻くことは巻くんじゃない。まあ閉まらんかもしれんけど。違う違う、だからさ、あの人は作るの仕事やったわけやから作ってるよ。作るの仕事、あ、そうか、そうか、初め作ってない、作る、裁断して自分で作ろういうの目玉にしてはったんや。自分のスカートをこう作ってたよ。そうやったっけ。そうやなんそれが目玉企画やったよな。そうかそうか、そうか、自分のを自分で作ってあるよ。バーってこうミシンやった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 。あれ昔作られたわ、あんなに近いやつ。あ、俺子供の頃寝巻きやん言うて作られた。お母さんが作ってくれたとか。あの夏とかさ、バスタオルが送られてくるやんか。あ、お歳暮。あ、お歳暮みたいな。あ、はい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 。その、バスタオルのさ、バスタオルあるやん。バスタオルの真ん中に、真ん中に丸い穴開けるのよ。はいはい。それをこう、
息子たちにこうかぶすのよ、俺とか妹とかかぶして横っちょだけチャ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 って塗りはんねん。おお、これでもう寝巻きや言うて、やられたよ俺。あれ、あれだよね。あれは、あれ、それですよ。そうでしょ。多分、あなたの暮らしや。あなたの暮らしでしょ。うん。僕、ああいう雑誌好きやったし。多分、いや、それを見てっていうことね。見てかどうかは別にして、多分発想は一緒だよね。そうやね。一緒やと思う。ああ、これやったら作れるわっていう。すごいやん。こんなところにもあなたの暮らしが。すごいね。でもなんかもう、ね、どこの原住民やねんみたいな。まあまあね。まあこういうそれけどもう俺と妹はそれが当たり前だと思ってたから。タオルやからバスタオルからいいんちゃう、気持ちいいんちゃう、汗もね、汗吸うからね、いいですよ。へえ、そうですか。あの花山さんとさ、あの常子ちゃん、うん、まあ、愛人やったってほんま？そうなん。いや、やっぱり俺はまあもちろんトトネちゃんね描かれてませんけど、いや描いたらあかんよ。あかんよ、それあかんでしょ。朝からそれはあきません。でも結構密な感じの雰囲気になったりしてんちゃうの、まあ、この流れやったらっていうところはちょいちょいやったよね。そうなんですよ。で噂はね、うん、聞きましたけどね。ああそう、うん、ああそう、あれ一生結婚してないじゃないですか。そうなんだ、あれほんまや、あれほんまやのよ、ね、え、そのえ、だってそれはあの彼氏がいてたやんか、坂口健太郎、え、丸眼鏡の、はい、あれこそようわからんかったよね、あの人の登場もね。まあそうやけど、あの人の登場全部最終的になんやねんって終わったよね。まあまあ、結局どっか行って終わるみたいな。そう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 。そうなんですよ。でもほら花山さんとのもし愛人やったとかいうのはさ、やっぱ里割れで描けないじゃないですか、うん、でも確かにそう思ったら分かるよね。でほんまに結婚してはらへんかったんですって。そうそうそう、事実でもね、あの方はまあ分かんないですけどね、それ噂です、うん、けど三女も確か結婚してないでしょ。そうやね、え、三女、三女よしこちゃん、よっちゃん、え、だって結婚してはんねん、トト姉ちゃんでは。でもしてる、本当はしてはらへんかった、これ回してはらへんかったみたいな。そうなん、そう、せやからもうトト姉ちゃんも刺したったらいいのなって僕思ってて。あ、いっそのことね、いっそのこと、もうだって別にフィクションでもいいやん、うん、結婚が幸せというわけではないじゃないですか。そんなん分かってます。そんなんは分かってお帰りなすお二人やってください。ここで言う話しちゃうやろ、あんた。ここで言う話しちゃうねん。ちゃうやん。そう、別に結婚こういう話じゃないねん。言うてんけどさ。あと、なんか俺結婚してるみたいな感じになってる。してないし。いや、そんなん言い分かってますけど、あの、でもほら、あんだけ坂口健太郎さん、坂口健太郎さんって今役者さんの名前。役者さんの名前ばっかり言われて。何やったっけ、何くんやったっけ、何さんでしたっけ、丸メガネでも。僕全く見てないから分かんないです。丸メガネでも、ね、何やったっけな、もう。昔からのね、彼氏役で。そう。なんとかさんね、忘れちゃったな。あれエッチしとんのかね。もうね、そんなこと言うたらね、うん、あの常子さんは誰かとそういうことになったことがあるのかっていう話なんですよ。そうか、処女で死んでしまったのかっていう話も。もうだって今まで付き合ってる人も描かれてませんからね。何この沈黙。完全放送事故でしょ。じゃあだから NHK を敵に回した瞬間ですよね。そうなんです。だからいや別にそれだけではないですけど、誰かとそういう、まあ、関係というか付き合ったりしたことがあったのかしらと素朴に思いますよね。あんだけやり手の人がその言うたら会社も立ち上げてだってそれはでも花山さんにね、うん、初めに私は人生をかけてこの雑誌作りをしますって宣言をしたから、これトト姉ちゃん見てない人全然わかんない。まあまあ、ええけどさ、まあ実際僕すっごい置いてけぼりですからね、うん、もう全然いいですけど。主人公の人がね、はい、雑誌社の社長なんですよ。おほほほ。で兄弟3人でやってはるんですけど、まあ、花山さんっていう、まあ、すごい敏腕編集者を引き抜いたというか、一緒にやってくださいって言って4人で立ち上げてやってて、でどんどん成功していく話です。
でその花山さんって男の人は奥さんも子供もいるんですよ。うん、それはさっき言ったスカート履いて暮らしてはる。そうそうそう。カラサーさん。カラサーさんね。カラサーさん。そう。で、トト姉ちゃんって言われてるその主人公のその社長、はい、雑誌と立ち上げた社長は、一生独身なんですよ、はい。ここにはもう付随してる人がいてるの。そう、奥さん、子供いるんです、うん。孫までおって、今日。え、これは何はは。え、カラサーさん。カラサーさん。花山さん。花山さん。花山さん。はい。で、これトト姉ちゃん。トト姉ちゃん。常子。常子、はい、でまあ兄弟もおってお母さんもいるんですけど、はい、常子にはもともとなんかちょっといいなっていう人がおったわけです。はいはいはい。ちょっといいなかの人ね。はい。でもこの人とはもうなんか最後までつかずに別れちゃうわけです。ああなるほど。なもう独身なんですよ、うん、一生この人。ねここで会社立ち上げてるからそうこうなるよね。おい待てよおい。いやあれはそうあれはな。あだからあのそれはもうまさに日本の文化のまあそこは聞かずにっていうやつじゃないですか。まあもちろん言わぬが花そう言わずが花そうそう分かんないんですよだからさ、うん、でもその常子ちゃんはじゃあそ本当にね男性と付き合ったことがないのかしらといや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 っとやろおい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 誰とよメガネともやっとるやろうしやメガネって誰あ、メガネか。メガネってその、さっき言ったあの、くっつかなかった人ですね。くっつくかくっつかあ、もうもちろんこの人ども。もうこの人はもう。チューはした、でも。はぁ、あ、はぁはぁ、劇中でですか劇中で、はあはあはあ、チューはしました。なるほど。劇中でっていうことは、はい、もう実際には。朝ドラでセックスは描けるのそもそもの話としてさ。別に描けなくはないと思いますけど。お前、どこのスタンスやあなた NHK の人ビルの人やビルはビルの人ビルの人ビルをきれいにする人だよねビルをきれいにどうやろうねねでも最近中が解禁されたぐらいそうですよあそう解禁なんだだって朝からそんなにあのしっぽりこう別にさ、ね、その描写はだっていいやんだいぶ朝からこうしっぽりこうベッドでこういうあのそれはいいやん別に描写はいいやんお泊まり描写があったらええんかそうやん。カッチリ。朝で一緒にご飯食べてるみたいな。まあ、確かにね。朝から。朝からね。おじいちゃん、おばあちゃんも見てる。じゃあ、だけどね、僕これ昔から思ってるんですけど。昼ドラ、うん、昔から思ってるんですけど、もう子供がね、生まれた時点でね、絶対あるじゃないですか。んいやまあまあそれはそうですけどそうじゃその描写をするかどうかはまた別でしょそうそうだから描写はしなくていいと思いますけど、うん、もう子供が生まれた時点でどんだけ気取ったことを言うててもですね、うん、もうそういうことあるわけじゃないですか、うん、あるじゃんだからあのそんなとやかくもし描写があったとしても文句言ったりしなくてもいいんじゃないかなと思うわけあなるほどけど新しい理論の構築の仕方は分かった。だからあなたが言うのは単純に子供さえできてないんであったらセックスもしていないっていう発想だよね。してないって言ってもいい。してない可能性はある。子供ができてたらそれはセックスしてたな。しとるやん。ただ子供さえできなかったらセックスしてないと言ってもいいっていう、ね。いい言ってもいい。でもしてる可能性もある。いやー、それはこういうことだね。セックスじゃあ子供が何やそこでもうその8割方セックスって言いたいだけでしょそうですよね余裕です余裕です余裕です中途半端にもうなんかこの年になると怒ってくれる人がいなくなるよねそういうことに対してあ分かるお前そういうこと言い過ぎたかんぞみたいなこと怒ってくれる人がいなくなるよねそうかなあれ怒られますちょっと、磨くだと、うん、磨くだ、お前はいろんなところで下ネタを言い過ぎやぞって僕そんな言ってないですよいやいやいや、言われることがないじゃないですかないです、ね、僕は結構言ってる方でしょうん、言ってる方だよその、うん、なんだろう、植物的な笑いが欲しいために言ってる、刹那的な笑いが欲しいために言っちゃうじゃないですか言ってますね実際、どんどんエロが興味なくなってってる昨今な私なのに更年期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 ちょっとビートたけしみたいなことやっていい？うん更年期
おい、磨くな。どうしたらいいの。お前は下ネタを言い過ぎやぞ。あ、そうそう、それそれそれ。ってことでしょ。そういうところ。そういう怒られる。そういうのはさ、ないやん。ある？そう。まあ僕はほら今掃除で。掃除で。リーダーに怒られたりしますよ。そら新しいとこ行ったら。ちょっと。これどういうこと？まあそういうのじゃないけど、中途みたいな段取り間違えたりとかね。段取りを間違うってどういうことですか？もっと早よせなんかやんかみたいなとか、そっちじゃあこっちみたいなことは怒られたりします。マクドでも怒られましたよ。あ、だ怒られすぎやろ。いやでもほら、これどうなってんの。新人は怒られるよ。新人として怒られるわけ、年齢云々ではなくて。あ、まあまあ、それ新しい仕事についてはそうですよね。そう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 。最初からできる人なんかいないですから。でもその年齢として、うん、その年齢でお前下ネタ言い過ぎやろみたいなのはなくなりますよね。そら自由なのかな。年を重ねるとってことですか。そうそうそう。あ、年を重ねることによって手に入れた自由を今僕は満喫してるの。でもそうかもね。周りも言いにくいんじゃない。じゃあさ、下ネタ言い過ぎやけど言うたらあかんよな。そんな言わん方がええんちゃうか。あの人はあの人で頑張ってるやろうし。まあとりあえず見届けようかみたいな。ずっとこうチャンネルしてる。あ、また言うてはるわみたいな。こうボソボソ言うてるみたいな。また言うてはるわみたいな。こう。こう。あ、首を吊りたい。今日みんなとりあえずくくりたくなりますね。なんやろな。なんやろな。どうやろ、どうやろ。おじゃあ逆に、おじゃあ逆に僕らが怒られることなくなってますやんか。そうですよ、僕よりあなたたちの方が怒られない。怒られないじゃないですか、うんうん、怒ることあります。逆に若手にとか誰でも、僕らにしても同僚とかでもいいですよ、上の人とかでもいいですよ、怒ることありますよ。え、それはもう俺結構上の人は怒るから怒んの。え、怒るっていう怒り方もあれ、こうエネルギッシュに怒るっていう。ああ、飽きませんでとは言う。こう静かな感じで叱る。それは先輩飽きませんでとか、ね、とか静かにこう指摘するのが、うわあ、おらーってなるの、まあ、それはさすがにあんまりないと思います。この前近所の子供にガッツ怒った。あ、怒った。あ、なんかそれはいいことですね。吸ってる子が煽って、お前、それはあかんでっつって、ごっと怒ってんよ、めっちゃ優しいよ。それはあかんでっつって、ここで言ったら、ごって無視されて、ほんで、どうした、無視してんのか、言って、ずっと喋り続けるぞ、妖怪みたいやな。それで、なんか、ぷいってどっか言って、ちょっと腹立って、どうなってもって、どうなった、そこで、そこで、なんでどうなったの。なんてどうだったの、聞こえてるやろアホが。いきなりやから入ったんです。じゃあもう、うん、その子はこう言ってるけど、もうこう聞いたここで。そうそう。でもね、えらいもんでね、うん、大きい声を出すとね、うん、人は止まる。はあ。こう言ってたのに、言ってピタって。どうじゃあ言って大きい声で言ったら、うん、止まられる。止まられたら困んねんけどね、こっちはこっち。もう行き。でももうこの人どうしたらいいか。いいのにって思ってるんやけど。あ、怒ってても、でも止まるね、大きい声出すと。この止まった人どうなった。動けなくなるの。ね。向いた向いた。それとも逃げた。いや、そのまま止まった。だから俺がもうこっちから入って。え、そのまま。あやろ。もうだからもうそのテンションで行くしかない。あ、ほんでそのテンションでこう回り込んだ。そう。曲がんのじゃんが言うたった。そうなの。この人目合わした。あの目ごっつ染めてるな。あ、あこれも結局何も言わずいかんやかったけど、なんかうちの周りにはもう現れんくなった。すごいや。あのもじゃもじゃに怒られるでいうことになった。ちなみにそれいくつぐらいの頃ですか。高1高2か中3か高1高2ぐらい。なるほど。ようやったね。怖いね。そうやね、だからやったらあかん言うていろんな人に言われてもやらんってことは思ってんねんけど、はいはいはい、いやでもね、ちょっとね、目の前で座られる、なんか堂々と吸うとったらね、それは気分悪いわ。でも昔はそういう人多かったよね、そういう怒ってくれるおっちゃんがさ。そう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 、ほんとそう、めっちゃ怒
怒られへんかったなんか知らんっこのおっさん知らんでっていうおっさんそうそうそうめっちゃ怒られへんかったそれって何してたのあの違う今世間 ごめんやけどそんな俺知らんおっさんに怒られることあんまなかったわいやいやそういう何を違うやん違うえなんで急にこっち来んの違うやんそういう怒るおっさんおったないう話で終わったらええやんかもうなんでこっち来んのだって怒られたって言うからさ怒られることあるやろもうそんな怒られることあんたはじゃあ完璧な人間かなんでも完璧か間違ったことしてないのか極端やんかチェーンをネックレスにしてた時期違うわここチェーンここやろなんでやねん怒る人何かにつけ怒る人多かったあったでしょでもおったよおったけどなんか外で堂々となんかそうなの影でしながら影でと思うね、うん、俺影でするわもう全然いいよもうそらまあ見えへんとこでねやって勝手にやるのはね影がなくなったのかねもしかしたらなんか怒る人もおらんくなったし、いや静かっちゃ静かやねん。そうやな、だって怒る人がいいんだったら陰でやる必要ないもんね。そうや表で堂々とやっても怒られへんやから。なんか知らん人に声かける人も少なくなったみたいな。危ない人じゃなくて気軽にこうなんか。まあでも今ちょっと声かけたらすぐにこうなんかね逆に通報されますからねなんかあんまりこう怪しい人みたいな感じで、はい、あもうだってネットのニュースとかでもよく見かけますよなんか普通にサラリーマンが道聞いただけやのにそれが警察に通報されるなんかこう若い人の方が怖がるよねなんかねいやもうなんかそんな世の中みたいですよじゃあもう絶対やらん方がいい、はい、寂しいねもうなんかネットのニュース見てたらスーツ姿のサラリーマンが道を聞く事案が発生とか何の事案やねんいいやろそれそれ普通やろって思うんです営業の人やすごいな寂しいよねなんかそんなのね何をしておくなんでここに戻ってくんのもういいやんかどのぐらいのことをしたんですか何が一番マックス覚えてへんわ砂漠の水を全部奪ったなんでやねんもう規模が違うやんおかしいことなってるやん、チェーン巻いてるしキーフックみたいなそれもなんかマットマックス的な感じやろもうマックス何しましたこれはスレスレやったなみたいなえそれは語れるのあ、けどスレスレやったら語れるスレスレやったらいいじゃないですかスレスレもう時効でしょだってもう時効ですよ20年も経ったら何どこまでやりました今だいぶうち飲んでるからさ、うん、いいですよだから僕らの友達はあのアワビで取って捕まったやついましたよ、ね、あ密漁ですね密漁はい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 いましたよ友達やろそれは友達です友達でいますなんでうち自分の身削ってるのこれいやいや違う怒られるって言うからさ俺本当にそんな怒られるそんな知らん人に絶対そう忘れてるだけは公認だわちっちゃい頃はさわーって集団で遊んでるだけでも怒られたもんですそうそうなんかチャリを止めただけで怒られたりとかしてましたよ、うん、でもまあその丁寧にちっちゃい時その高3、中1、中2、中3とか高1とかでほらタバコ吸って怒られることなんかまああんまりなかったから、うんあなんやろね俺一回ものすごい田舎の育ちですごい下り坂をチャリングでわーって下っててこけてもうておわーなってるところをおっさんに怒られてなんで調子乗って乗るかくれあーなってんのにわーなってもうここら辺バーすりむいてるのにわーなってんのに怒鳴られたもん調子乗って乗るかくれよお前それはだよ怒られてんやなそれはそれもそうやね、うん、それも怒られてる、うん、わあ怒られた思ったこんな滑った上で怒られなあかんねん心配とかじゃない怒られんほんで何したんえ何をしましたいやだっていろいろちょこちょこ怒られるやん何やるのだって挨拶代わりで怒られるやん挨拶代わりで怒られるやん誰あなたそれはただのおかしいおっさんですよえいやだって お前外人かってこう言われたりするやんこう髪の色がちゃうかったりとかしたらそういうことお前は外人かって言うと外人やよしばくぞボケみたいな外人やって言うやんさっきからさ、すごいうならしてきはんのよ。お前外人かって言われるやん。
外人やんって言うやん。いや言われへんねん。言われたこともない、言うたこともない。例えばの話やん。そんなこと言うやんか。シュンとした。シュンとしたない。福袋さんが一番怒られたことなんですか。うわぁ、俺本当にね、そんなの、一番怒られたこと、うん、お母ちゃんに怒られた。あ、うちの父親は、あまりもう勝負やったんで、うん、それはちょっとやめよう。あの、うん、あの、なんていうの、理不尽だから。それはあんまり。あれ、こっちもブルーかかるみたいな。そうそう、それはやめよう。で、うちのお母ちゃんにすっごい怒られたことがあって、うん、小学校3年、4年ぐらいの時、もう出ていけ言うて、もうご飯引きずられて、家の外に、ボーンほたらかしされて、ことがあったんですよ。うん、その時に嘘をつきました。なんて財布に500円ぐらい入ってたんですよ。うん、で、もうゲーセンに行って、うん、ゲーセンじゃないですよ。なんかほら、駄菓子屋の隣にさ、ありましたね。ありますあります。みたいなギブあるじゃないですか。はいはい。20円、30円ぐらい。そう、はいはい。で、それも調子になってて、500円全部使っちゃったわけよ。うん、たまたま入ってた際。ほんで、帰ってきて、べーってなったら、お金ないみたいな話になって、あの、何使ったんって言って、さすがにそんな、ピピピピピピゲーム、小学校3年生とかだから、うん、ゲームで使ったって言えなかったんですよね。うん、ほんで、なんかお菓子を買ったとか、うん、なんかちょっとそういうこと言ったんですよ。ごまかしたね。ごまかしまして。ほいじゃ、それがなんか、あんた違うやろみたいな、うん。静かに言われて。怖いね。怖かったんですよ、うん、うわあんま怒らない人だったんでね。うん、子供の時も。うん、まあ、今も生きてますけど。うん、死んだ感じだったんで。なんかそういう感じでしたね。昔ね、昔ね、あんま怒らないだったから、静かにめっちゃ怒られて。で、俺もそんな冗談を持ってて、うん、いや、とか言うて、うん、こっちもヘラヘラしてたら。昔からそうなんやて。おほほで、俺からことが怒り出して。ええー、で、もう出て行け的なことを。おで、お兄ちゃんがなんとなくこう、助けて家には入れてくれたんですけど、もうその日から、その日はもう全然、もう相手にもしてくれへんし、おかんと一緒に寝てましたけど、全然、もちろん部屋にも入れてもらえへんし、おかんと一緒っていうか一緒の部屋で寝たんですけどね。もうんで、あくる日に土下座して。土下座、土下座っていうか、あくる日までもう全くもう無視状態だったんですよ。俺のもう石ころ帽子みたいになってくれ。石ころ帽子みたいになってて石ころ帽子かぶったみたいになってて、かぶったみたいになって、石ころ帽子かぶったらみんなが自分のことを石ころぐらいのものの認識になる。ああ、なるほどなるほど。見えてんやけど相手しないみたいな。石ころやと。石ころやから。なぜなら石ころ帽子をかぶっているからやと。そうかぶってるぐらいになって、うん、こんな古いな、あんたどうなってんのみたいな。夕方になってやっと喋ってくれて、喋ってくれて、うん、石ころみたいになって、石ころみたいな、どうほんまなんやったんや。で、正直にそれで言ったら、うん、もう嘘をついたことがあかんやで、言うて。ゲームしたことは別に構わないけど、嘘をついたことが許されへん、みたいなことですごい怒られたんですよ。それぐらい。あんたちょっといい話じゃない。いいけど、何それ。いい話じゃないやん、別に。いや、いい話でしたよ、ね。踏み台にして、ちょっと自分の、自分のいい話思ってた話と違うな。いいことじゃないや、うん。怒られたらすっごい怖かったんですよ、でも本当に。いや、なんかいいお母さんやなっていうエピソードですよね、今の。でも、おかんとかって、うん、あんた怒らんから言うてみーっていうね。もうすでに怒ってんのに。あれなんなんやろ。うん、そやな。あんた怒らへんから言うてみーって、こっちもう怒ってるやん、それで。もう言われへんやん、その時点で、みたいな。怒ってくれたらいいけど、黙ってる時が一番怖い。そうなんですよ、そうなんですよ。そうなんですよ、本当にその通り。うち親父が星一徹みたいにめっちゃ怖くってさ、ふすまをパシって閉めたんが、ちょっとイラってしてパシンって言って、橋がパシンになったぐらいやったのに、その閉めた襖をこう持ってこうやってなちっちゃいうちがこう飛んだからさ。あ、それはいか、あーそうか、俺はまだマシだわ、そう考えると。もう何が飛んできたか分かれへんかったもん、最初もう刺さった、襖が刺さったっていうか、うちも逃げようと思ったのに何が当たったんか分からん感じになったの。何、そういう人らが集まるバーなの。VR を呼ぶ的な。
お父さん怖かった人バージョン。そうだね。でも果敢に攻めてたでしょ。それはだって最終的に砂漠の水を一人じゃ飲んでる人そうですね、ややこしい人間なんてやん。そんなに怖いお父さんやからといってそんなのほらいい子ちゃんにしてたわけじゃないじゃないですか。いやだからやることはやってたわけじゃない。やることはやってたって。どういうことを外人になってみたり、外人になってみたり、なってみたりさあ、おかんフランス人やって言ったのそれが何かって言ったら、おっちゃんがおもろいなって言って許してくれて出た天ヶ崎マジック。お前おもろかったら何でも許すみたいな。そうやで、返しが良かったら何もしてくれるんでその人はどういう存在、そのおっちゃんは。昼間からずっと叫ぶそれも明らかにお前に怒られる筋合いがない。そもそもそもないよね。お前まず持ってるもんなんか正せよっていうような感じすごいね。競馬場行って帰ってくるような人やった。なるほど。でもこのでもなんかガキを見つけては怒る。怒る。そういうお茶がよううろうろしてた。すごいところ。あでもあのおっさん怖いからあかんでみたいなおっさんっていたよね。いた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 。でも言うこと結構ね、なんか達者のこと言ってたりとかするやん。酒臭いだけで酒臭いのおらんかったな、うちの近くには。うん、まあでもそうね、いたかもね、そうね。なんかさ、そう思ったら寂しいよね、なんか。あ、今はね。今はね、そんな通報されたりしたら。それはちょっと、ね、だってもう、それこそ Twitter とか Facebook でこう絶対発信されたりすんやろ。はい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 、はい、そうですよね、そうですそうです。かなんね、そんなされたらあかんね。なあ、怖い話じゃ。だから多分そんな人がおらんようになってきたんやろね。うまいね。まあ、仕返しされたりもするし。うわぁ、せちがらい、せちがらいね。せちがらいですよ。お、もうそろそろ終電ですけど大丈夫ですか。え、お時間。終電、終電。ほら、終電、うん、まあ、仕事やしさ。また終電言い間違えました、言い間違えました。いいお時間です。店が閉まる、はい、もうそろそろ、もうそろそろ今日閉めたいなと思ってます僕。もうあのほら、もう仕事もさ、僕もあるんで嬉しそう朝早いのよ、やっぱ掃除は。ビルが待ってんねやろ。シンゴジラ見た。え今のタイミングで見た。僕は見ましたよ。僕は見ました。見た、僕も見ましたよ。面白かったですね、あれは。え、あの、え、マッドマックスとどっちが面白かった。そんなもうシンゴジラよ。あ、そう。全然シンゴジラよ、僕が好きなのはね。あ、面白かったよ。いや、面白かったですよ、シンゴジラ。面白かったです、面白かったです。いや、まだまだ全然。僕の知り合いの方で毎週見に行ってる方いますよ。そこら辺にいる妖精でしょ、はい、妖精さん毎週見る。あの、次8回目か9回目かって言ってましたよ妖精さん。それだけで 2,3 万使ってますから見すぎやろそんな見るもんある。何やろ。いや、僕はさすがにそれはちょっと理解できないですけど、 2,3 万あったらだって DVD デッキと DVD 買えるから。ほんまや、もうそれ買ったらええ、買ったらええよ妖精さん、買ったらええのまあなんか2回目ぐらいまではまだ理解できますけどね、もう8回目とかよくわからない。今回は勝てるかもしれんとかわけわからんこと言ってる妖精さんが。何に勝つ、妖精さんが。ゴジラずっと見てるからなんかもうそろそろ勝つんちゃうか。そうそうそう次ぐらいは首相生き残るんちゃうか。すごい変わる話が何やろ。今日はいけるんちゃうか。なるほどなるほど、すごいな。いや、すごいな。1個ぐらい変わっ売ってるやつを流してもおもろいのねなんかね、あ、たまには10回に1回ぐらいはなんか違う内容みたいななんかあのほらラストシーンが違う映画って時々あるじゃないですか。あ、ディレクターズカット的なやつね。そうそうとかで、ね、あ、そんな違う話やったんやなみたいなさ、そんなあるから。まあね、シンゴジラもそういうのがあってもいいから、まあちょっと見てみるわ、うん、あれはあの終わり方しかないだろうな。あれはあれの終わり方しかない。あ、そうそう、見て見る見る、はい、じゃあもうなんかそろそろ閉めるんで。そうだかしょうがないね、仕事やからほら明日も。あ、あと、あれ見たの。何より、うさぎ人うさぎ
ウサギが警官になるあのピクサーアニメみたいな。あーなんかありましたね。なんですかそれ知らない。何やったっけ。何アニメで話題ズートピア。はいはいはい。ズートピア。ズートピア。ズートピア。今もうアニメで話題って言ったら君の名はとあとあのジブリの新しいのが大こけしてるっていうのぐらいしか。大こけしてんの？あのセリフがないやつでしょ。タートルとか。そうそうそう。へえ。っていうのぐらいしか知らないです。だってあれあんま話題になってないもんね。でしょ、うん、はい。っていうわけでもうこの話題でさらに一盛り上がりするともう僕がしんどいんで入ってもらっていいですか。じゃあ今日のあの仕事決まったこの人にちょっとつけといて。つけといて。はい。わかりました。あでもいっぱいは僕から登りですから大丈夫ですよ。あとあれドリー見た。帰れ。早く行くで。ドリー。君のそれも次の店で盛り上がってくださいそれは。はい。